はい、お題レコード陽介管理人です。お題レコードジャストミズノです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと私出張に行ってまいりまして、はい、はい、ロサンゼルスの方に、はい、出張に行かさせていただきました。はい、まあ水野くん。まあ、ロスといえば、アメリカといえば、ジャスト・水野君っていう、ね。そうなんですかね。6年も滞在してたっていうことで。まあ、いろいろ。いろいろと。いろいろと。はい。はい、っていうことなんですけど、はい、まあ、陽介管理人は初めてロサンゼルスに行ってまいりました。はい。まあ、そこでですね、一体何をやってきたかということなんですけど、はい、まあ、出張ということで、はい、まあ、音楽関係の、ことだなと僕は思うんですけど、まあそれは2割ぐらい2割ぐらい8割は陽介管理人のハンバーガー機構ということでお送りさせていただきたいなとフェイスブック上がってましたからね。そうですね。あ、まず2割の方行きましょう。はい、そうですね。音楽の方ですね。ナム賞というナム賞という賞があるわけですね。はい、まあ、ね、うん、あれですよね。まあ音楽とは関係ないですけど、うん、まあ東京とかでやってるモーターショーだったりとか、そうそう、ゲームショーとかね。ゲームショーとか東京ゲームショーだったりとか、うん、幕張メッセとかね。はい。東京ビッグサイトとか、ね、パシフィコ横浜とか、はい、そういうような感じですよね。はいはい、ポートメッセ名古屋とか。ポートメッセ名古屋、まあちょっとローカルかなっていう感じもしないのないですけど。そういう感じの、楽器の祭典と、はい、もう世界でも、もう世界にナンバー1と言っても過言ではないぐらいの祭典。そうですね。歴史も長いですし。歴史も長い。はい。うん、その各メーカーさんが、いろいろ、今年出す商品だったりとか、来年出そうと思ってる商品を、コンベンションで出して、で、まあ、問屋さんだったりとかに商談をするというショーですね。そうですね。問屋さんとか、まあいろんな人に。そうですね。はい。はい、で NAMM ですね。はい。で NAM っていうんですか。なんで NAM なんですかね。なんか略があるんだろうね。あったんですけどちょっとわかんないんで字幕出しておきます。あるんだね。あ、楽しみにしとこう。はい、はい。まあそれに。初めて陽介管理人も潜入してきたというわけなんですが、はい、まあ前からですね、結構行った方がいいよというふうに言われてたんですけど、はい、初めて行ってきました。まあしかしあれですね、ロサンゼルスは遠いですね。遠いですね。遠いですね、はい、本当に。なぜかハワイ経由になりました陽介管理人。安いチケットを求めてやったらハワイ経由になって。でも羨ましいですね。僕安い経由で台湾経由だったんですけど逆行って逆行ってこうそれはだいぶロスってますね。そうですね。はい、1日かかりましたね、移動で。ああ、かかりますね、やっぱ、はい、ホノルルでおりましてね。ああ、はい、はい、よっぽどもう全部もう指令放棄してこうワイキキビーチでパーティーやろうかなと思ったんですけど、はい。まあ、それで、まあ、ロスについてというところなんですけど、はい、NAMMがある、毎年行われてるところは、アナハイム。はい。はい。アナハイムっていう、ロスの下というか、右下らへんというか。そうですね。まあ、距離で言うと、ロサンゼルスとサンディエゴのちょうど間ぐらいですかね。サンディエゴってウルトラクイズとかでもあるサンディエゴですかね。サンディエゴですか。はい、はい。そう、アナハイムっていうところがあって、まあ、どうですかね、割と結構栄えてるのかな。で、ディズニーランドがね、そうですね、ディズニーがあるので、それですごく有名だったりとか、あとは、メジャーリーグとか有名で、好きな人はエンジェルス。エンジェルス。はい。でも有名な場所でもありますね。ホンダセンター、シビックセンター、ホンダシビックセンター、はい。NFL？ ライブとかもすごい大きいですからね。ああ、そうなんだ。すごい有名なところですね。うん。ホンダっていうとね、ホンダですよね。エドモンド。そっちじゃない。車の方ですね。銭湯で戦いとかしないですからね。はい、まあそういうわけで行ってきまして、はい、でやっぱりですね、あ、これは一応ナム賞レポートという、ナム賞レポートが、ナム賞とはどういうものかっていうのを日本語で分かりやすく解説しようという企画なんで、そうですね、まあ業界の、もともとは業界向けのイベントなんで、その DJ 機材すごい好きだったりとか、うん、あとは本当業界の中にいる人は、うん、まあナム賞といえば、ああ、アナハイムのやつねっていう感じになると思うんですけどね、まあほとんどのその方多分ご存知ではないというふうに思いますね。だからまあその毎年その1月の下旬かな、そうですね、にそのはそのナムショーが行われて、ですからまあ2月の頭ぐらいにはその、うん、今年のその機材目玉商品 DJ シーンがこう占えると。そうですね、いうことになるわけですよね。はい、はい、まあまあ各ね、まあパイオニアからベスタックス、ヌマーク、まあ、各有名なですね DJ ブランドもバシッとこう出展を、はい、してたわけなんですけど、はい、まあ各々のですね紹介というのは、まあ、またこれはおいおいということなんですけど、そうですね、まあ、ナムショー自体が、まあ、どんな感じだったかっていうのを、はい、まあちょっとレポートしたいなと思うんですけど、はい、4日間あったんですけど、はい、木金土日と、はい、で今回は、私はその頭の2日間に行ってきたという感じです。まあ広いでしょうねもう広いですね、はい、もうどれぐらい広いかっていうとどうなんだろうな、なんとかホール、なんとかホールって、ホール D、A、B、C、D、E、F ぐらいまであったんですかね。そうなんですか。はい、そうです、そうです。で、まあ、バシッと中入りまして、はい、まず、なんか照明、クラブとかディスコとか、はい、その照明みたいなのもあったりだとかして、で、うわ、これ広いなと思って、あ、そっか、すごかったな、ナムはと思って、はい、外出ようかなと思ったらまたあるんですよまた新しいの出てきて、また新しいところが、おおと思って、あ、こんなあるんだと思って、はい、でもううわーっと周りに回って、はい、変な外人に声かけられたりしてそうですね、お前これ買わねえかみたいな買わねえかみたいな売れるぜみたいなで行って、いやーよかったなと、さすがナムだなと。そうですね。でまあちょっとハンバーガーでも食べに出ようかなと思ったらまた新しいのっていうのが何回も続いて、もう本当に56ホールぐらいとかバーンとあってですね、一回今一般の人入れるのかな、多分今年は入れるようになったのかわかんないですけど、はい、機会があったらもうぜひ行っていただきたいな。そうですね、もう楽器乱舞、もう楽器無双ですね楽器無双でした、本当に。新たなステージ行けば新たな敵がいるみたいな、そう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 、新たなボスがいるみたいな本当にそんな感じで、もう切っても切っても出てくる、ギターやベースやドラム、まああと PA 機器って、まあ、スピーカーですねとかミキサーとか、あと照明で、もちろん DJ、我らが DJ、 我らが DJ もバーンとあって、まあもちろんサンプラーだったりだとかマイクだったりだとかっていうのもいろいろありましたね。うん。でまあなんかあれらしいですね、やっぱりそのメーカーの人はその NAMM に出展することが、はい、とりあえずのステータスらしいです。ここに出展ができればもう一人前、うん、っていう感じらしいですよ。いやでもまあ、知名度も高いですし歴史も長いですからね、コンベンション、その音楽関係のそのコンベンションの中では。ですね、著名のそのアーティストもそうですね来てまして、はい、僕もまあ僕は行ってないんですけど、まあ、ブログとかアメリカのブログだったりとか、レポート、ね、はい、レポートをいろいろ見ていて、いたんですけど、もう本当にスティービー・ワンダーがモーグのブースで演奏したりとか。マジっすか、はい、スティービーが、はい、あれスピーディーワンダーとかじゃなくて本当スティービーでした。スティービースピーディースピーディーでなんかエセ芸人とか違うんでモノホンでした。モノホンが、はい、なんか YouTube の動画とかで出てましたね。いやー、はい、すごい本当に大物アーティスト、ミックスマスターマイクとか来てましたよ。そうですね。洋介さんの写真でもありましたよね、フェイスブックの写真で。ミックスマスターマイク行って、でミックスマスターマイクやってて人書きがブワーっとできましてね。ミックスマスターミックスマスターマイクじゃん、うわーっと来て、でその写真ピピッと撮ったら横でちょっと見覚えのある顔があるなと思ったらキューバートがいて、さすがやるなみたいな感じでこいつには勝てねえなみたいな感じの顔をしてるキューバートがいてみたいな。あとまあスクラッチ界でしたら D スタイルズ、 D スタイルズもうだし、ビートジャンキーズ、ああそうですね、メロディーとかもすごい。そうですね、地元ですからね。そうだよね。いてだいぶ人書きができてましたけどね。世界各国から集まるんで、そのまあロサンゼルスの人だったら例えばビートジャンキーズだったりとか、あとは J ロックとかっていうのはまあ結構その見れる回数ってあるんですよ。ぶっちゃけ僕も以前住んでいたのでそこら辺に回数とかまあ結構見れるんですけど、やっぱり世界から集まってくるんで、例えばドイツから来た人が新鮮ですよね。そんなおおみたいな、ああいつかみたいな感じで見れるわけですから、やっぱり人書きもできても当たり前ですよね。確かにね、地元の人はね、いやそこら辺歩いてるよみたいな、あこの前ハンバーガー近所のハンバーガーショップで見たよとかね、はい、結構そんな感じなんですけど、実際、僕の友達が、そのナムショーの後に、キューバードたちとボーリングやってた写真がアップされてて、すっげえ羨ましいなと思ってたんですけど、よく考えてみたらあいつら地元にいるよなみたいなこと思って間違いない、ありえなくはないなみたいな。キューバードのボーリングのスキルはどうなんですかね。スクラッチ並みなんですかね、そこは。どうなんですかね。ちょっとわかんないですけど、スコアまで見てない。スコアまでは見てないですけど。まあまあそういう感じで、音楽好きでしたら、ぜひ、ま、未来のプロダクトとかもあったりだとか、はい、結構やっぱりそのNAMMに合わせて製品を発表すると、はい、開発して、新しい楽器だったり、はい、機材を発表するっていうパターンになってるみたいなので、はい、やっぱりその新しい驚きの機材がいっぱいありましてという感じで。洋介さんちなみにその、今回その2日間行かれたということだったんですけど、個人的に印象が残る商品とかってありますか？個人的に印象が残った商品はですね、はい、そうですね、デニーズのマチョナチョバーガーっていうのがあるんです。ハンバーガーの話で個人的に印象に残ったのは、そうだな、いろいろありましたけど、ヌマークのオービット、これは良かったですね、はい、完全にふざけてますからねほんとね、なんだろう、こういうあ、おたれこのカレンダー、はい、これぐらいのサイズなんですよ。あ、そうなんですか、サイズ的にはそれぐらいなんですか。そう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 、で、ボタンがこれぐらいのサイズなんですね。はい、大体15センチぐらいですかね。どうかな。で、厚さはね結構これぐらいあって、でボタンがまあいっぱいついてるんですけど、無線なんですよ。なんと無線なんですか。無線でコントローラーにコントローラーとパソコンをつなぐと。でレイテンシーもすごい少ないと。で、もうボタンの色もカラフルですごいかっこいいんですけど、傾きセンサーがついてる。まあもちろんそのサンプラー、ボタンを押したらサンプラーとかトラクターとつなげてできたりとかするんですけど、傾きセンサーがついてて、こう、例えばっていうことができたりとか、なんかDJ 界の Wii みたいな感じです。そう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 、そんな感じ。横もできますよ、縦と横もできるという、こういう感じで、だからもうこれは DJ の枠を逸脱した革命的商品だなと。そうですね、さすがヌマークといった感じもありますけどね。そうですね、スピーカーの上にミラーボールがついてるやつがねありますね。完全に悪ノリだろっていう製品もありましたし、はい、もう興奮の連続でしたね。確かにテクノロジーがあればとりあえず使っておこうみたいなスタンスがやっぱりすごいですからね。という感じでしたね。はい、まあ本当に刺激を受けっぱなしの2日間でしたけどね。はい、はい、という感じですね。はい、うん、機会があったらぜひ皆さん、あ、これロス土産なんですよ。どうですか？買ってきたなと僕は思うんですけど、ロングビーチでロングビーチです、はい、これFacebook に投稿した時にイナにトライブコールドクエストの DVD をありましたね。はい、はい、プレゼントして、それの記念撮影で Facebook に写真をおっと写真をイナと俺でこう写ったんですけど、はい、でこのたまたまこの帽子かぶってて、はい、でイナの DVD 指さしてこんな感じでこう写ったんですけど、はい、そのトライブもいいけどこの帽子が気になるっていう書き込みが結構いただきまして、ああそうですか。はい、どうもくん、どうもくん、はい、これロスで大流行でした。そうですね、実際テレビ局のキャラクターだと知らずに知らない人多いですけど、ね、いやもうなんかどうもくんだらけでしたよ。あ、そうですね、ブースありますよね、っていうところとか犬も歩けばどうもくんっていう感じでしたね。はい、でまあまあそれが2割ですと。で残り8割はまあ、陽介管理の大好物のハンバーガーの話ハンバーガー天国でしたね。はい、で水野くんにこっからロス機構です。はい、もう機材の話しかし興味ないという人はもう一旦一部の方さようならはい、第2部第2部ね、これはなんていうんですかね、水野くんはやっぱりこう詳しいわけですよね、アメリカで。でフェイスブックを通じていろいろこう遠隔指令がそうですね来まして、で初日はデニーズに行ったんですけど、もうやってるとこがなくてホテルの近くのデニーズでもう飯食おうって行って、でまあなんかこっちのデニーズっていっぱいあるじゃないですか。はい、ありますね。なんか変なラーメンとかなんかいろいろあるじゃないですか、ラーメンとかも、はい、でまあそんな感じで行ったんですけどハンバーガーしかなかったっていういや洋介さんに伝え忘れたんですけど、はい、アメリカのファミレスって油一択ですからね、油一択ですからね、本当いや本当油一択でこれはすごいなという、はいはい、感じで、で洋介管理人が食べたのがマチョナチョバーガーっていうもので、はい、マチョナチョバーガーっていうのはそのなんていうんですかね、そのナチョスメキシコのはい、そう、うん、それを食べましたけど、もう大変美味しかった、うん、これはもうハンバーグが粗挽き具合が半端なくて、はい、もうほぼこれ肉の塊が何個かカウント できるんじゃないかっていうぐらいの粗挽き感で、はい、でバンズもなんかこう分厚くてですね、はい、うん、結構美味しくって、もうチーズが練り込んであるようなバンズ、はい、マチョナチョでも名前がなんかちょっとマチョナチョってなんか面白いなと思ってサイケデリックな感じそうです。だからもう陽介さんにはまあ、レンタカーの手続きとかもいろいろありましたけど、はい、最初にオーダーしたのはもうマチョナチョバーガーで、はいっていうことで大変美味しかったですけど、はい、ボリュームもやっぱありました。うん、あった、うん、すごい美味しかったですよ、はい、うん、本当にディズニーランドの前のデニーズで食べたんですけど、でその翌朝に行ったのがアイホップ、はい、また油ですねアイホップご存知ない方結構多いと思うんですけど、ちょっとなんか動画、はい、写真とか差し込んどいて、そうですねロゴとかでアイホップ、はい、うん、アイホップはあれはパンケーキ屋さんなんですか？そうですね、基本的にはパンケーキとかですね、はい、あれの朝食はやばかったですねはい、僕アメリカ6年ぐらいいるんですけど、はい、はい、アイホップ行ったら多分2回とかすげえファットな朝食で、もうカリカリベーコンってあるんですけど、もうほんとカリカリすぎてすでにお菓子なんですようん、でカリカリのベーコンとあとはパンケーキがあるんですけど、はい、まあ、パンケーキっていうか なんていうんですかね、もうなんかスポンジケーキのもうなんかこれぐらいの塊みたいな感じでそうできますからね、そうできますねで4種類フレーバーがあって、ブルーベリーといちご、ストロベリーと、あとはその何ですか、蜂蜜系のやつが2つあってっていう感じで、はい、でまあこう垂らしてやるんですけど、はい、まあちょっとアメリカだから多めに行こうかなという風でこうちょっと危険な匂いしかしてないですけどまあ長さで言うと擬音で言うともう物がないので、はい、ズズーぐらいだ、はい、うん、でちょっと多めに入れちゃったなみたいな感じでこうスプーンでこうパンケーキの上に伸ばすわけですね、そのソース、はい、で隣見たら、はい、もういかにもファットなアメリカンガイがビッグパンたちが洋介が苦手、大体ズーだったんですけど、ズズーっていうぐらい出てましたでもうほぼパンケーキの下地がもう見えないっていうか、あ、これソースを食べに行くんだなと、うん、いう感じでしたね。はい。もう凶悪ブレックファーストを食べたいなったらI hope はい、ぜひおすすめですね。24時間やってますからね。うん、そうですね。うん。で、あとはですね、まあいろいろと美味しいお食事もあったんですが、はい、まあ水野くんのおすすめのお店というか、はい、まあインナナウトですね。はい、インナナウトバーガー。はい、これがまあおすすめというか、もうこれは食べとかないといけないぞと。そうですね。ロス行ったら、うん、とりあえずもう、うん、インナナウトのハンバーガー食べとけっていう。僕は言いますね、まずは。はい、でまあ半信半疑でもないんですけど、まあそうなんだと。はい、そんなに有名なのかと思って。はい、で行ったんですけど、もう行ったら、はい、なんかちょっと道間違えちゃったかなっていうふうで、洋介さんに不慣れなですね、レンタカーでずっと移動してたんですけど、あ、ちょっと道間違えちゃったなと思って、すごい車渋滞になってて、うわ、ちょっとこれ時間かかりそうだなと思って、まあしょうがないやと思って待ってたんですけど、それがもうすでにインナナウトの渋滞のドライブスルーの列ですよね。はい、そんなにいいのみたいな実際その普通のハンバーガー屋さんとかですとマイクに向かって話すじゃないですか。もう並びすぎると人が来てオーダーするんですよね。 iPad とかね、やってたiPad でね、オーダー取ってた。でメニューが3種類しかないっていうところね。そうですね、基本的にはそうですね。ハンバーガーの種類は3つしかないです。そう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 、本当に3つしかなかったですよ。ハンバーガーとチーズバーガーとダブルダブルって言って、ハンバーガーのお肉2個とチーズが2個重なってて、ダブルダブルですね。で裏メニューが実はあるということで、いっぱいあるんですよね。っていう風で、すごいシンプルだったんですけど、めちゃめちゃ人がいて、そうかと思って食べたら、まあ美味しかったですね。美味しいですよね。美味しい。毎日でも行きたいなとそこまでは思わなかったけどはい、ポテトも美味しくって。そうなんですよね。そのポテトの作り方がすごい珍しくて。なるほど。芋のまま茹でるんですよ。ちょっとね、特別な感じしたもん。そうですね。芋のまま茹でる、芋を皮剥ぐじゃないですか。皮剥いでそのまんま茹でるんですよ。芋を切らずに茹でるんですよ。で茹でて、でそれを切る前に茹でると。はい、っていうよりも切らないんですよ。切らない、そもそもが。でこう芋茹でて、茹で上がって芋ありますよね、をなんかこのポテト製造機みたいな鋳造みたいなのがあって、でそれにガコーンってもうハンマーみたいなので潰して芋を作って、そのまんま下行くと上がってるみたいなまあ合理的っちゃ合理的なような気もしますけどね、はい、すごい美味しかったですよ。そう、サクサクしてますよね。というわけで、ただもうこれ本当にどうだろう、延べで4日ぐらいいたのかな、LA、はい、本当にここにいたら死ぬって思いましたもうハンバーガー漬けで、はい、ここにいたらもう死ぬっていう身の危険を感じながら帰ってきました。でも洋介さん、ハンバーガーがっつり食べようと思って、はい、上でのっていう部分があったんで、多分そうなったと思うんですけど、はい、はい、いやもう本当にですね、だいぶ激しい旅でまあまあそういうことで、ぜひですね、ロスに行ったらハンバーガーを食べて、はい、満喫していただければなと。そうですね、インナーランドバーが美味しいんで、ぜひぜひ。ちょっとなんか今日はトラベル番組みたいな感じになってますけど、あとね、ロングビーチっていうのは、LA があって、 LA のほんと真下ぐらいの海岸沿いのとこなんですけど、そのロングビーチのまあいわゆるそのなんていうの、まあ東京の港のはい、ちょっとお台場とかあの辺の感じとか、はい、まあ、名古屋港とか大阪港とか大阪の南港とかあんなような雰囲気のところなんですけど、はい、そこで食べたシーフードすごい美味しかったね。ああ、そう。まあバケツに入ってこうドサッドサッドサッみたいな。さすがアメリカっすね。そう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 、バケツで出してくる感じがほんとバケツに入ってましたね。うん、すごい美味しかったですけどね。はい、はい、まあまあそんな旅でした。はい、まあぜひ音楽好きな人はこれはもう行くべきです。行ってほしい、ぜひ。いろんな刺激になりますので、はい、はい、音楽の方も胃袋の方もっていうがっつり行きたい人ははい、はい、というわけで、2014年のNAMMはぜひあなたもいけるんでしたら行ってみてください。13ですよね。14だよ。14、あ、翌年な、翌年な、今年2013だからね。ああ、そうですね、2014ですね。ということで、案内人は水野君に聞けば何でもアメリカのことを教えてくれますので、ミスターアメリカが、はい、という感じですね。はい、あとは大丈夫ですね。はい。じゃあ、そういうわけでよろしくお願いします。はい。